表紙はなんとも爽やかなね、表紙ですね。こうね、シルバーアロワナちゃんがね、はい、多数、泳いでおります。そしてね、こうレモン色のアクアライフっていうのはね、もう絶妙にマッチングしております。はい、そしてですね、その中でひときわ目指すこの文字、魚の健康っていうところですね。ご縁差光なんじゃない、これね、ここにね、ちょっと注目、もうスポットを当てたアクアライフさん、もう私はもうちょっとね、感動しました。もうこの中も私ね、読みましたけども、本当にためになることやら、むちゃくちゃ共感すること、それ私もあのお店やってますけども、まあ、一卵中金魚の愛好家の一人ですし、まあすごいちょっとこうズカンときましたね。その中をね、ちょっとね、中見ていきましょう。はい、そして、今月のスペシャル衣装は、先ほども言いましたけども、この魚の健康をテーマに、大体テーマで、もっと輝くアクアリウムのために魚の健康ということでね、すっごい詳しく載ってますんでね。はい、その中でですね、初めから言います。はい、水族館での魚の健康管理、はい、これ本当に実際に水族館の飼育係の人に、本当に水槽の掃除の仕方とか、病気の魚の見つけ方とか、まあ、餌の管理とかもね、そういうこともちゃんと書いてあります。はい、そして、ベタな健康な飼い方ね、私もね、まあ、実際には飼ってないんですけど、このアクアライフさんでちょっとすごい気になって、キャンディーベタちゃんとかをね、すごいこれ読んでるんですけども、そういうベタちゃん の飼い方、これも良かったです。そして、インタビュー、水草が作る健全な飼育環境ということで、そうです、やっぱりね、水と金魚と、まあ私らあれですけども、やっぱりね、そう、青水で飼ったりとかね、その何気に、まあ、水草っていうかあれですけども、まあそういうのも関係してくるんですね、水質のことに。はい、そして次も、水草と、魚の関係、はい、さっきも私が言った通り、そうですね。はい、そしてですね、次はフィッシュフードの研究所を訪ねてということで、私たちをね、数多いフィッシュフード、魚たちの餌をね、試してみたりとかでやりました。そしてですね、この記事読んでたんですけども、研究所の方々ね、自分たちが作った魚の餌を実際にそれをやってみて、魚が大きくなったのか、はたまた水が汚れるのかとかね、そういう細かいところまでね、一生懸命研究されていてね、そういうのを見ると私たちも安心して魚をね、魚たち餌やったりとかできますね、こういうのを見ると。はい、そして次はですね、魚と栄養のことということで、やっぱり魚でも私たちと一緒で、やっぱりビタミンもいります。もちろん私もあれで、人のことを魚ごと言えませんけど、やっぱりね、ビタミン、栄養バランスの取れたもの、もちろん、まあ、タンパク質はいろいろいりますけど、やっぱそういうのも大切なことなんですね。はい、そして、次はインタビュー、アクアリウムがもたらす人へのポジティブな影響ということで、皆さん、アクアされてる方どうですか、癒されてますか。はい、私もね、いろんなことありますけど、ね、私が飼っているのはランチュウフグダルマちゃんたちですけども、すごく、毎日癒されております。はい、ほんとね、これはね、なんか脳がね、活性化するようなことも書いてありましたので、実際に脳のね、なんか赤くなったやつとかもなってね、ちょっと面白かったです。はい、そして、次はですね、魚を病気にしないためにということで、そうですね、やっぱりね、魚、まあ言わずにね、どんな生き物ですけど、やっぱ病気っていうのはね、まあそのひどい時もあったら、まあ軽いもんからひどいもんまであるんですけども、やっぱね、そうならないために、先手先手、先回りしてやっぱ飼育するっていうことは、まあ、私もそれはすごい心がけて毎日それを見ておるんですけど、病気にしないために、先回りすることっていうことは大事だと思います。はい、そんなことで次いきます。そしてね、まあそんなにやっていてもやっぱりね、たまたまちょっと何かがあってっていうことになった時に書いてあります。病気になってしまったね、
ね、もう病気っていうのは私にありますよ。風邪もありますし、なんか風邪なんか大病してしまうこともあるかもしれません。でもその病気になってしまった時にちゃんとその対処法、ちゃんとお薬の種類とか、実際に何リットルみたいな何グラム使ったことがありますよとかっていう話がちゃんと書いてあります。これはすごいですね。ダメになります。そして、次は大型魚の健康に大切なこと。私大型魚っていうのはちょっと買ったことはないですけどね。まあランチュウって言っても大きく大きい言ってもね、まあこんぐらいもあったらあれなんですけど、大型魚とかアロワナとかすごい大きいですからね。あの大きさもまたね、なんていうんですかね、やっぱ病気にせんとなんとかやるっていうのはまた場所もいることですし大変やと思います。はい、そして次はですね、水質から考える魚の健康ということで、はい、私ね、ちょっとツイッターでもね、紹介したんですけども、このテトラさんのね、紙のこう水にペチョってやったらこう亜硝酸値が分かるとかってあれあるじゃないですか。それとかを使ったりとか、あとはpH測定器を使ったりとかして、私もこういうね、水質管理っていうのはちょっとね、まめにやっております。はい、思ったよりね、水が汚れてたり、そう、魚がね元気に泳いでても、実はあれこんなん通知でpHが高いとか低いとかね、いろいろあったりするんですよ。そういうのがちょっとわからなかったり、やっぱ目で見てわからない時ってあるんですよ。そしたらそういう便利な道具を使ったりして、まあ、こういう水質管理をするっていうのはね、そういうこと書いてあります。本当にね、水質管理っていうのはむちゃくちゃ大事だと思います。魚、まあ、全般そうですね。やっぱり水が命ですからね、あの子らは。はい、ね、この記事ほんますごい勉強になります、改めてね。はい、そしてですね、次は熱帯魚の寿命について、あれこれと書いてますけど、これね、記事ですね、まあ、いろんな種類の、魚たちの、まあ、写真と種類と、あと寿命がね書いてありました。はい、ね、そして、次はですね、愛魚とのお別れについてということで、やっぱね、生きてるもんはいつかね、そういう時がやってきてしまいます。もうそれはしゃあないことなんですけども、その時はね、まあ、ちょっとシビアなお話がちょっと書いてあります。はい、そしてですね、最後はですね、魚の運搬時にできることということで、なんかね、すごいいい袋、魚を輸送時にね、酸素入れなくても勝手に酸素交換って言ったらいいですかね、してくれる、なんかそういう便利グッズとかもありました。あとは気をつけることとかね、運搬時にっていうことも書いてありました。はい、今回はね、この魚の健康っていうところのここはね、むちゃくちゃ勉強になりますんでね、ここだけでもなんか別紙で売ってやったら私買いますんでね、皆さんこれをすごい一度読んでみてはいかがでしょうか。まだまだ記事は続きます。はい、そして特集はまだまだいきます。はい、ベタの進化を激せよ、インドネシアからの新風ヘルボーイということで、新しい、またね、超かっちょいいね、ベタちゃんが紹介されてました。私の一押しはモザイク柄の迷彩柄の子が一番気に入っております。はい、そして次はメダカ新品出展ということで、第5回鑑賞メダカ品評会、最優秀賞オトハということで、ね、またこれも鮮やかなね、メダカちゃんでした。はい、次はアマゾンの刀剣シルバーアロワナ、はい、この表紙に出てシルバーアロワナちゃんのことでした。はい、読者レポート、シリケンイモリの住むパンダリウム、シリケンイモリ、イモリちゃんでね。はい、これもね、綺麗なパンダリウムでございます。パンダリウム、皆さんね、綺麗な水槽の中に飾ってあるあれですよ、あれ。もう説明が下手ですけど。はい、そして、まだまだあります。水槽発見ハローアクアリスト、あ、これもね、立派なお家にね、またでっかい水槽が置いてあったりね、すごかったですよね。はい、次は、ネイチャーアクアの奇跡、アマゾン川を覗いてみたら、
私の好きなアマゾンはあのアマゾンでございますはい、グッピー 2.0、 はい、新しいグッピー、飼育の教科書、はい、これもね面白かったです。はい、レオパライフ、ベタの世界、ちょっとベタちゃんちょっともうすごい最近興味が出てきております。はい、そしてですね、観賞魚の、病気対策、編集部による繁殖へのチャレンジ、私も今日小町が生まれるのが楽しみです。はい、そしてですね、私が、以前、ね、掲載していただきました、アクアリウム女子部、はい、今回もね素敵な、女子の方が乗っておられますので、ね、はい、かわいいカワウソちゃんと乗っておられました。はい、そしてですね、我らがウーパールーパーズということで、新しい、なんかね私もウーパールーパー買ったことありますけど、ちょっと短めな、ちょっとずんぐりっとしたね、かわいいウーパーちゃんが乗っておりました。はい、そしてですね、擬人化、熱帯魚擬人化図鑑、熱帯魚なんだもん、今回もね可愛いイラストで細かく載っております、紹介もしてありました。はい、そしてですね、皆さんお待たせしました、我らが鷲津先生の擬卵中飼育の極意、はい、そうですね、今回の記事はですね、はい、第2回金魚フェス in イオンモール大和郡山2018、はい、ということで、私もね第1回目の時にねお邪魔させていただきました。すっごい大盛況でね、ものすごかったです。はい、そんな中ですね、この金魚フェスで皆さん見事、優勝に輝いた方のお魚やら、それについての情報も載っております。はい、すごいためになります。はい、今回もねアクアライフ、ものすっごいギュッと詰まった内容になってまして、ほんま卵中だけじゃない、魚全般買っておられる方にもう今月号超おすすめします。と、私が一番共感したこともね、おしゃれにね、おしゃれって言ったらあれなんですけど、2ページ使ってね入ってあるんですよ。ちょっとそこだけね、ちょっとご紹介して、今回は終わろうと思っておりますけども、はい、ここね私がグッと来たところは、もっと輝くアクアリウムのために魚の健康、はい、ちょっと読ませてください。はい、これはね、魚にとって健康とは何でしょうと、病気でない状態が健康なんでしょうか。状態は確かにそれは大切でか、ちょっと消極的かもしれません。であれば、その魚本来の美しさを見せている状態、これはいかがでしょうか。噛んじゃった大事なところで、はい、そこでね、いかがでしょうかと書いてあるんですけども、そう、私のねホームページ、皆さん読まれたことありますでしょうか。そこにね、この私が実際にやってる、まあ、仕入れてきてから皆さんのお手元に行く時までのこう流れがあるんですけども、その中の最後に、その子が一番いい状態、魅力的ですごい綺麗な美しい状態になってから皆様のお手元にっていう、まあ私のそのいつも思ってる、まあ魚作りとかモットーはね、なんかこういうところにもね書いてあって、すごいなんか感激しました。そこはじんときました。大事なことです、大事なことやと思っております。はい、なんか最後なんかこうしんみりちょっとあれですけどもということで、今回はね超大事なことが書いてある月刊アクアライフ2月号、皆さん書店に行って、まずはねアマゾンでも販売しておりますので、ぜひぜひ皆さん買って読んでください。本当におすすめです。今月号、またね来月号も楽しみにしております。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。また見てね、バイバーイ。皆さん、めっちゃ絶対読んでねー。